なあ霊夢、第二次世界大戦時には民間船を軍用に転用して運用する例があったけど、現代でもそういった兵器はあるのか？結構あるよ。インドネシアではカーフェリーを輸送艦として使ってるし、中小国では小型の商船や漁船なんかを哨戒艇に転用したりしているね。意外と現代でも作られているんだな。マリサが民間船から改造された軍艦に興味があるみたいだから、今回はキューバ海軍最大の艦、リオ、ダムジについて解説していくよ。よろしく頼むぜ。冷戦期のキューバ海軍はソ連からの支援の一環で、コニキューフリゲートやオーサ型ミサイル艇、フォックストロット級潜水艦など多くの艦艇を受け取り運用していたものの、1990年代にソ連が崩壊するとコニキューなどの大型艦や潜水艦を維持することが不可能となり、海洋に展開できる大型艦がほぼない状態となっていたんだ。空軍同様にソ連に甘やかされていたから自立できていなかったんだな。さすがにこの状況をまずいと思ったキューバは、既存の民間船を改造することによってこれに対応しようとしたよ。キューバが改造元として選んだのは、タクサ 95TF と呼ばれるトロール漁船。いや漁船かよ。タクサ 95TF はスペインで設計、建造されたキューバ向けのトロール漁船で、全長は 106.8 メートル、全幅は 14.5 メートル、平均喫水 5.6 メートル、純トン数は2579トンで、エンジンは4000馬力のディーゼルで最高速力は14ノット、航続距離は3000マイル。トロール漁船としては大型の部類だな。このトロール漁船は1975年から1978年にかけて26隻が建造され、ネームシップのリオ、ダムジと、リオ、ハテボニコの2隻が改造されたよ。ってことでここからは本題のリオ、ダムジについて解説していくよ。ようやくか。さっきも言った通り、リオ、ダムジはトロール漁船を転用して軍艦にしたわけだけど、搭載される武装に関しても、ほぼ全て型の艦からの転用なんだ。え、どういうことだよ。例えば対艦ミサイルの発射艦はオーサ2型の転用だし、艦首にある対戦ロケットはおそらく SO1 型対戦哨戒艇のもので、地方の 57mm 連装機関砲に関しては自走対空砲の ZSU57 のものをポン付けだよ。まるでフランケンシュタインだな。武装について詳しく見ていくと、地方はさっきも言った通り 57mm 連装機関砲が1機で、対艦ミサイルは P15 の改良型の P15U が、地方を挟むように両舷に1機ずつ配置されていて、目標の捕捉及び誘導には高解用レーダーが使用されていると思われるよ。キューバ国産の地対艦ミサイルシステムでも高解用レーダーが転用されていたな。入手性とコスパが良いからか、中小国では対艦ミサイルの目標捕捉用に民生品の高解用レーダーを転用する例が多いね。話が少しずれたけど、艦首側には対潜水艦用の RBU-1200 ロケット砲を装備。この他の武装は2隻で異なっていて、リオ、ダムジでは 14.5mm 連装機関砲と 2M3、25mm 連装機関砲を2機ずつ、リオ、ハテボニコでは 12.7mm 連装機関砲、2M1、と、AK-230、30mm 連装機関砲が2機ずつで、リオ、ハテボニコの AK-230 に関してはレーダー管制ではなく、遠隔操作による目視照準となっているよ。AK-230 は基本的にレーダー管制だけど、リオ、ハテボニコではそれが簡略化されているんだな。リオ、ダムジ級は2007年にリオ、ダムジ、2013年にリオ、ハテボニコが改造を完了し、キューバ海軍へ引き渡されたよ。意外と最近なんだな。収益後はしばらく首都ハバナを中心に主にキューバ国内で活動していたんだけど、2020年頃に2隻とも対艦ミサイルや 57mm 機関砲といった主要な武装が撤去され、近年ではキューバとベネズエラの間を頻繁に往来しているようだよ。トロール漁船時代の貨物区画を活かして、今では輸送艦的な役割になっているのかもな。ってな感じで今回の動画はここまで。対艦ミサイルからヘリの運用能力まで。元が漁船だとは思えないな。こういった船は数あれど、対艦ミサイルを搭載した例は本当に稀だね。ちなみにキューバはこれ以外にもトロール漁船を改造したユリセスと呼ばれる艦もあって、そっちはキューバの沿岸警備隊で使用されているよ。キューバはその手の艦の宝庫なのかもな。それでは今回もここまでのご視聴、ありがとうございました。